毎度高島です、ローライのワイドアングル、ワイドアングルローライフレックスですね、が入ってます。珍しいですね。こちら去年の末に一通り名古屋の小川さんですね、以前は、修理をとか、中盤大盤の専門の修理屋さんです。で、一通りやってやります。3万以上かかってますね。約半年、5ヶ月ぐらいは保証が残ってる状態です。あとこれお付けします。 F と一緒ですね。なかなかいい状態とは思いますが、多少経年はあります。ワイドローライ、外観は多少仕様があります。まずといったところ、キャップ、これオリジナルですね。このバネのタイプですね。普通のキャップと違って、こうバネが入ってます。これもね、後から探すと大変だと思います。で、ピントフードもワイド専用のものがついてます。これはここが違いますね。これでピントフード、こちらからスポーツファインダーみたいに、見えるわけですが、ここが普通のと合わす動詞ですか。こちらレンズみたいのが入ってます。ですので、これ専用になりますね。あと、このピントフードの方式もここでこう跳ね上げる感じ、ちょっと違いますね。この辺のワンタッチの感じとか、この外すのは F と一緒ですね。スクリーン多少ありますが、まず綺麗な状態、中も綺麗ですね。この辺はほぼ F と同じような作りです。多少こう浮いた感じになりますが、大体みんなこんな感じですね。外観はといったところだと思います。一番目立つのはここら辺にへこみが、どれだ、ここですね。この E のところにコツンとへこみがありますが、この裏見れば分かりますが、フィルム今入れました、そういえば。で、止まりましたね。これで1枚目、自動に止まります。シャッターですが、オーバーホールしてあるので当然快調に動いてます。今1秒でね、切ってます。止まるとこまで巻いて、戻してシャッターです。ここではシャッター切れません。なかなか快調にシャッター切れています。絞りを今絞ってみました。動いてますね、そこで。で、12枚で終わりますと、くるくる回ります。で、巻き切れば、こちら側に巻き切ってますね。というような状態、ちゃんと動いてます。ローライはこの辺がいいですね、カチッと、普通にロックします。あと、ここが、
に外れます。ここですね、これをこういうふうにすると外れます。さっき言った当たってますが、反対側はまあここ全然関係ないところです。圧盤にも影響ありませんし、後ろもほとんど問題ないと思います。というか問題ないです。まあ、どうしても気になるようでしたこれをね、また他の綺麗なの裏蓋、底蓋だけでも交換は可能です。こんな感じで動いてますね。このカメラですが、非常にレンズがいい状態だと思いました。こうやって普通に見てる限りでは、まあ、問題ない。当然オーバーホールしてありますので綺麗なんですが、こうやって見ても、まあ、多少ホコリとかはありますが、かなりいい状態と思います。なんかホコリみたいのはちょっと見えますね。ただこのように非常にスカッと抜けてます。状態も悪くないと思います。ペンライトで照らしてみてもこのように抜けがいいと思います。もちろん多少擦れ傷みたいの思いますね、見えます。ただ抜けてます。本当に年代を考えるとかなりいい状態と思います。で、露出系が入ってないタイプですので、これですね。ですので結構軽やかに、軽やかにというかこのダイヤルも軽く動きます。露出系がついてるとね、いろいろ連動があるらしいんですけど、あとこれが被写界深度のは入ってますね。絞りによってここ変わります。シャッターは当然ですが、完全に動いてます。高速でも動いてますね。これ最高速。動いてると分かると思います。外観はまあまあ、まあ、特にひどい感じではないですよ、もちろん。あと、このヘリコイド、繰り出し方も綺麗にまっすぐ出てますね。大丈夫です。ガタなどもないです。非常に綺麗な状態、機関はですね、いい状態、ミラーなどもこちらの見えも悪くないと思います。ただまあこのように多少の使用感、擦れですねがあります。露出系なし、まあ今時露出系あってもね、あまり当てにもなりませんし、ない方がすっきりしてていいと思います。まあ、一番気になるのはここの辺りですが、それ以外は全然問題なくいい状態と思います。ワイドローライディスタモンですね。あとこれマニアな方は分かると思います。24938ですね。まあ、249が捨て版で3900台しか作られ、ワイドローライ作られてませんので、38っていうともうかなり後期終わりの方になると思います。マニアさんが言ってました、この400万台ですね、のワイドはあまりないよと言ってましたが、確かに。まあ、コーティングなんかも後期の方がいいらしいですけど。ワイドローライもね、綺麗だとすごい値段しますが、まあこれはなんとかなるようなお値段だと思います。ストラップと修理証が付属しております。